どうも皆さんこんにちは、わっきーです。さあ、今回大阪グルメ紹介してまして、今回の動画で2店舗目の紹介でございます。今回紹介するお店が回転寿司でございます。先日ワッキー TV のコミュニティで投稿した時にいただいた視聴者さんリクエストなんですけど、ワッキーさんいつも楽しく拝見しております。大阪で一番美味しい回転寿司のお店、一番弁天町にある新竹にぜひ行ってみてください。ネタは新鮮で大きく、かといって値段はそんなに高くないのでコスパが非常に良いです。もちろん美味しいですと。で、今回直接ねお店の方に行きまして、撮影の許可大丈夫かなと思ったらね OK いただきましたんで、まあ言うてもね、これ大阪で一番美味しい回転寿司ってこんなこと言ってますから、果たしてどんなお寿司が食べられるのか。で、その回転寿司新竹さんがこちらでございます。今17時なんだけど、ちょうど夜の時間がオープンしたばかりで、お店のねロゴがこんな感じです。これ読み方は新竹なのか新竹なのかちょっとわかんないですけど、で営業時間は昼夜で分かれてて、でランチメニューもねネットでいろいろ見たんだけど結構人気だそうです。で、あと新竹さんね、寿司の宅配なんかもやってるみたいです。で、店内入ってきまして、回転レーンが流れてるんですけど、上にね高速レーンがあって、個別で注文したネタが上から流れてきます。で、卓上の調味料はこんな感じです。まあ至ってシンプルで、まずはちょっとお茶からいっちゃいましょうか。今回はね大阪のここ弁天町ということで、漢字で3文字なんで3杯入れましょうちょっと強引だけどあ、注文タッチパネルなんだけど、メニューの表も別であるんですよ。ネタの種類が多すぎて、これね俺今までいろんな回転寿司行きましたけど、歴代1位の品揃えかもしれません。まずこれマグロのメニューなんだけど、こんだけ種類ありますよ。巻物も合わせてね。で、下が貝とカニのメニュー、それからこっち、こっちがイカ、エビ、タコの、握りと巻物 で一品物とその他握り、それから鮮魚のネタに手巻き、あとは卵、いなり、お子様メニューで、和牛と豚取りのメニューもね、これ種類多彩っすよね。これはさ寿司なのかっていうね、豚キムチ軍艦っていうで、うなぎ、アナゴメニューでしょ。え、ちょっとミニ丼シリーズ、海鮮丼かと思いきや肉丼なんかもあります。で、軍艦メニューがこんな感じ。これもすごい種類だ。三陸宮城県から直送ネタもありまして、巻物のメニューですね、まあ、とにかく種類がちょっとねえぐいことになってます。吸い物のメニューもこんなに種類があるのよ。だいたいさ2つか3つぐらいじゃないですか。で、デザートメニューも品揃え豊富、北海道トカチソフトクリームなんかもありますね。いや、もうね何食べていいか分かんない、どれにしようかなってこう悩むこの時間がもう幸せじゃないですか。で、タッチパネルのところにもこっちに載ってない本日の限定メニュー的なやつがあるみたいです。で、タッチメニューで本日のおすすめ、揚げたてのね生アナゴ天ぷら、広島産の生ガキに鮭の焼きハラス。なんだろう、この新竹さんね、他の回転寿司にはないメニューもかなり揃ってますね。あ、こっちもまだ結構いろいろあるな。これ気になるぞ、九州産の和牛3種だって。天然車エビ売り切れです。食べたかったな。来ちゃったね、超楽しみだね。一発目、去年今3皿注文したんですけど、全部が主役級、国産の生の本マグロ中トロです。これしっかり厚切りだよね、結構やっちゃってるね。ノルウェー産の生の鮭トロ、どっちもね生です、一切冷凍していない。で、これ本日の握りのおすすめになってた九州産の和牛3種ですね。基本的になんかボリューム結構あるねこれ。
まずは中トロかな。うわやばいねこれ、超楽しみだね。新竹さんの中トロいっちゃいましょう。それじゃあいただき。うわネタの厚みがすごいわ。おお、かなりボリューミーだね。ちょっとこれ味もうまいわ。2貫で770円、だからそれはうまいだろっていうツッコミあるかもしれないけど、想像以上にうまいね。うん、やば、うん、やばうめ。新竹さんのねシャリは結構固めで、酢の感じがねほんのりって感じですね。主張がそこまでないね、うん、あくまでもやっぱネタなんだから、ね、ここでじゃあちょっと汁物来たんで、おすすめだったんでね。うおー待って待って、香りがすげえぞ。動画で香り伝わんないんだけど、うわーめちゃくちゃうまそうな香り。エビ好きの人はこの香りだけで乗っかるとだね。うわすごいね、赤エビの味噌も中に溶け込んじゃってんだろうねこれ。やばいこれ、めちゃくちゃ濃厚。うわすっげーうめえこれ、これはパナイっすね。うん、味噌もめちゃくちゃ溶け込んでる。これもっとドロドロで濃くしたらつけ麺のつけ汁でもいけますよ。うん、うわうめえな。いやこれマジで来てよかった。続いてはノルウェー産の生の、鮭トロ。これ中に大葉が挟まってますね。ネタのさ、まずこの色合いといい、この大きさですよ大きさ。ほらこんなですよ。めちゃくちゃ甘いね。で結構油強い分、この大葉のアクセントがねすごくいいですね。でやっぱりこのネタがね厚みがすごい、これ大満足だな。そしてお待ちかね九州産の和牛三種盛り。いやなんかもうこれ見てるだけでご飯ワンブロックいってそうなね。で手前から和牛の塩焼きでいいのかな、ちょっともみじおろしが乗ってて、真ん中が和牛ユッケ、一番奥が和牛の霜降り炙りでいいのかな。で和牛に合うようにね刻みネギとあとニンニクチップとか、レモンも添えられてます。まず霜降りの炙りからいっちゃおうか、油が一番強いと思うんでね。これはニンニクチップを、うわーうまそう、このテカリがやばいよ。これね回転寿司で出しちゃダメ、焼肉屋とか肉バルのお店泣いちゃうよ。これもう専門店のレベルじゃんこれ。やりすぎだ、これが3貫で1000円しないんですよ、800円ぐらいじゃないかな。で和牛ユッケは醤油垂らしてネギで、うまくれる。ユッケのボリュームもどっさり入ってたね、すごい食べ応えだな。で最後塩焼きってなってますけど、ちょっとこれはレモンを絞って、ネギも余ってるからねこれでいっちゃいましょう。これもしこの新竹さん来れる人いたら動画見てね、これねマストで頼んだ方がいい、まあ、本日のおすすめになってるから、もしかしたら日によってない時もあると思うんだけど、このクオリティでね3貫で800円ぐらいで出すなんてね、企業努力以外何ものでもないですよこれ。あの新竹さんのねちょっとネットの口コミでこれ見たんだけど、マヨ系の軍艦がめちゃくちゃボリューミーという口コミ結構見かけて、でこれ4種のやつなんだけど、すごいねこの盛り、わかります？手前からタコマヨ、ツナマヨ、エビマヨに一番奥がカニマヨ、
こんだけ具沢山で、なんと税込みでこれ、385円ですね。これ全部ボリューミーなんだけど、すごくないこれ、やばいって。でこれは北海道産の炙りのホタテ貝柱。もうこの時点で香ばしい香りとね、あとこの甘だれみたいなの分かってるんだけど、このタレの香りも結構するね。じゃあまずこのマヨ4貫セット、これいっちゃいましょうか。手前のこれタコだね。普段ね、自分あのサラダ軍艦とかそれ系ってあんま食べないんだけど、口コミでねこれの評判が良かったんで。タコの身がもうゴロゴロ。あーうめえ。あのマヨネーズがきつくないのがいいわ。さっぱりとしたマヨで胸のムカつけとかもないし、あ、これだったらいけるな4巻。で次これツナマヨ。昔よくコンビニのツナマヨおにぎりねハマってた時期があって、何十年前だけど、最近はめっきり食べなくなったけど、まあコンビニじゃないけどね。マヨネーズの量が多くてごまかしてるような感じ一切ない。ツナの量がすごいわこれ。これはねエビマヨですね。っていうかもうね顎が外れちゃうぐらいの大きさです。エビマヨもうまい。うん。で最後はカニマヨ。全部うめえ。北海道産のねホタテ貝柱炙りです。あー香ばしい香りとこの甘だれの、ホタテの旨味とタレのコク、甘さちょっと控えめな感じでいいね。でそしてお店の方超イチオシの茶碗蒸し。うちは出汁めちゃくちゃこだわってますってさっき言ってましたので、期待大ですねこれは。出汁なんか色結構濃いめな感じだね。茶碗蒸しでこんな色の濃い出汁俺初めて見たかもしれない。魚の油使ってんのかな。回転寿司で今まで茶碗蒸し結構食べてきましたけど、これ新竹さん回転寿司茶碗蒸し歴代1位ですね。もう一口でおってなっちゃいましたね。出汁の旨味がめちゃくちゃ濃厚で、いろんなね旨味出汁が溶け込んでて、うなか？うなぎ？なんかうなぎだねこれ。アナゴ？うなぎ？でエビも中に大きいのが、これ具沢山だな。具がゴロ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 入ってます。これ魚の切り身かな。中に入ってる具の種類とか量もこれ歴代1位だね。これで380円ぐらいでしょ。いやすごいねこの店、よくこれでずっと営業してられるな。どうやって利益を得てるんだ。そして今回新竹さんのデザートはこちらをチョイスしました。プリン自体はね自家製のプリンになってて、でスペシャルということでプリンの上にソフトクリームが乗っております。これはおそらく北海道のやつなんじゃないかなと思います。でも最初から最後まで目でも楽しませてくれて、味も良かったし、おー北海道十勝産のソフトクリームですよね。すっげー濃厚だね。なんか今日は濃厚とボリュームとプライスコスパ、もうこれしか今日言ってない気がするめちゃくちゃうまいなこのソフトクリーム。うわーでプリンいっちゃいましょうかね。ガッと断面です。プリンもめちゃくちゃうまい。俺の大好きなカスタード寄りで、バニラビーンズも結構入ってて、このカラメルのちょっとした苦味、まあ、そんなに苦味きつくないんだけど、いい仕事してるね。40半ばのさ、中年親父でもこんだけ満足してんだからさ、こんなのも子供の時から食べちゃったらもうたまったもんじゃないでしょ。どんな大人になっちゃうんだろうね。
ということで今日は大阪で一番うまいであろう回転寿司新竹さんというね視聴者の方でエイキョンさんからリクエストいただきましてめちゃくちゃ美味しかったです。教えてくれてありがとうございました。電車で来たんだけど弁天町という駅がありまして大阪ベイタワーという建物があってこれ直結なんでそこのイーストタワーの3階にこの新竹さんありますんでぜひ食べに来れる方いたらこれはね間違いなく満足することでしょう。まあお値段もね、まあ、それなりにするネタもあるんだけどやっぱりこのクオリティとボリューム1皿110円の回転寿司チェーン店とはやっぱりこう比べられないなっていうのはもちろんなんだけどもうグルメの方あと外食が多い方とか結構で満足するんじゃないかなと思いますんでぜひ食べに来てみてください。残りのスペシャルプリンをゆっくりとじっくり堪能したいと思います。今回お会計全部で4455円でございました。まあ、いいネタをねいっぱい選んで食べたんで、まあ、お酒は飲まなかったんですけどこんな感じでございました。